公民党は中華民国初期の公開政党。1913年9月18日に結成された。第2革命後、国会に止まった国民党恩憲派は、遠征外を支持する第2党の新歩党と連携しようとする。新歩党にとっても安定した国会運営のために、この連携には賛成であった。この動きを見た、遠征外は新歩党に代わる。 雇用政党の組織が必要であると判断して、北京政府総統府秘書長両氏に新政党の結成を命じた。両は小政党である戦車や収益者などを急合し、公民党を結成したのである。両は交通系の最高指導者の一人であり、公民党は事実上交通系により掌握される政党であった。幹部としては、理系よし、梅公園、県両、 陸遊めぐまなどが挙げられる。両氏は演説の中で公民党の成功は国家権力をもって政治統一を実行し人民の幸福を増進することにあると唱えた。そして政策の実行のために遠征外を正式な大総統として選出しなければならないと主張した。10月6日、園や張の指示の下で軍や警察が国会議場を包囲する中、 三度の投票を経て円が大総統に選出された。両はその権力行使の対応から小総統とあだなされたという。11月4日、国民党議員438人の議員資格が遠征外により剥奪された。15日、正式に国会が停止される。両氏イラが率いる交通系はその後も依然として政治力を行使するが、 公民党そのものはこの時点で事実上存在意義を失ったと言える。ありがとうございます。